こんにちは、ヤギちゃんです。今日は新しく買った車で冬の車中泊をするために天竜村にやってきました。よいしょ、到着。よいでしょ。めっちゃいい感じにキャンプセットができました。素晴らしい。ここにいい感じのライトがあったり、ここに焚き火台があったり、頑張って組み立てた椅子。ヤギ、こんなにキャンプグッズ本当は持ってないんだけどね、今日全部お借りしました。ありがとう。なんとなく準備ができたので点火式を行います。じゃーんじゃーん。よいしょ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 。つきません。つかん。管理人さんがマッチを貸してくれました。ありがとうございます。映りますか？いいです。いいですか？はい。シャイシャイみたいで。よし、こうね。見たい見たい。めっちゃいい感じだよ。杉の葉っぱを拾ってきて火種にして、ここから焚き火を作っていきます。乗せ方こんな感じで大丈夫ですか？大丈夫です。はい、先に針葉樹を乗っけて、何本ぐらい乗せますか？もうちょい。あ、こんなもんですね。はい、待ち待ってください。はい、今回私が訪れたのは長野県天竜村の町野川キャンプ場でございます。長野県の南の端っこ、この辺です。名古屋から2時間、静岡からは2時間半で来れる川沿いのロケーション抜群なキャンプ場。山奥に見えますが、キャンプ場の近くには便利なスーパーや温泉もございます。売店が充実しておりまして、信州名物の遠山ジンギス、冷凍のお肉ですね。 260g、 大きめのハンバーグ。信州サーモン、天竜村で大切に作られた美味しいお茶など購入できます。おすすめは雪文さん。上皇陛下が天皇の時に献上したそうです。中でも楽しみなのは柚子胡椒。つぶつぶすごいですね、これ。そうですね、美味しそう。ではこちらでお願いします。はい、ありがとうございます。本日は地の食材を楽しむ気満々でほぼ手ぶらできたので、薪も詰め放題、1000円をして挑みます。じゃあもう自分の目利き次第でいい薪がゲットできるという、太さ長さ選んでくださいことですね。はい、薪をゲットしたのでキャンプサイトに、今日のメニューを発表します。さっき選んだビフテキジンとシカジンと信州サーモン、鶴屋で買った蒸し野菜、これでスモアをやります。あ、なんかすごい大きい。おー、わーい、すごい。今日は売店のお兄さんが一押しって言っていたこのね、ビフテキ味付け牛サガリします。めちゃ美味しそうだよ。えい、サガリサガリ。あー、間違えた間違えた。ちょっとこれで消毒消毒。今焼いてるのはこの天竜村で買えるジンギスカン。あー、超いい匂いする。
くわくわくわくで、今日はこの後お肉やって、その後信州サーモン食べて、でマシュマロやって、今焚き火であそこで育ててるから一人じみじみキャンプ楽しい。焼けたっぽいので、鶴屋で買った温野菜を散りばめて、よいしょ、あっ、じゃーん、おいしそう。いただきます。濃厚、おいしい。これさ、こういうお肉さ、噛み切れないじゃん普通。全然余裕で噛み切れて、ふわふわ。じゃん、横に白玉さん。夜になったら結構寒い。この焚き火がめちゃくちゃあったかい。焚き火。お肉を食べて落ち着いたから、サーモンを食べようと思う。暗っここなら見えるか。サーモンと柚子胡椒をつけていただきます。あ、私わさび苦手なんだけど、柚子胡椒はめっちゃ美味しい。ほら見て、これぐらいつけて、柚子が入ってる。すごい歯ごたえいいし、うまっ。焚き火のそば温かい。ちょっと靴溶けたね。ちょっと見えるかな、このさ、この先がね、川が流れてて、川のせせらぎの音を聞きながら、焚き火のあったかさと焚き火の音とステーキとサーモンを食べるっていう。こんばんは。こんばんは。あ、薪。薪をいいんですか。管理人の松川さんです。松川です。広葉樹。広葉樹です。ほい、これでしばし待つ。しばし待つのと、あとこれで、はい、熱くないのはこれでこう、うん、焚き火のコツを教えてください。とにかく空気が、うん、下から入るように、うん、そう、その上にこう重ねていくみたいな、うん、この焚き火マット、焚き火マット、はいはい、焚き火マットは優秀ですね。これでしばしますはい、しばし。お茶急須で入れます。あー、湯気あったかい。マシュマロやろう。きなこ卒業式してから、今回初めてのお出かけということで、運転はすごく楽になった。だけどまだ車中泊仕様に車してなくて。そうなの、全然快適に眠れるかどうかわからないんだけど、ちょっと初めての車中泊ということでワクワクしながら来ましたが、キャンプが楽しすぎてなかなか車にたどり着かないという。今ちょうど管理人さんもお家に帰っていきました。本当に霧の川のそばにあるキャンプ場。あ、これすごい色綺麗、見えるかな、すごい緑色が綺麗です。
おえばたたたたたた。十時半です。こんな感じで焚き火は終わりを迎えました。このくらいになったらもう離れても OK とのこと。今日は白玉さんで車中泊をします。まだ車中泊仕様にしてないので大丈夫かな、ドキドキ。じゃん、今こんな感じ。普通モード、普通モード。後ろにきなこさんで使ってた木箱といつものポータブル電源があります。これを頑張ってなんとかフルフラットにしていきます。1、よいしょ、これを倒す。これでいけるかな。じゃん、お、これで結構いいんじゃない。あ、いいじゃん、今日はここで寝れそう。後ろはまだ土足厳禁だから前から入ります。かっこいいせ。よいしょ、目隠しできました。前はトートバッグで買った380円の銀マット、横は磁石で止まる車の目隠しで、大きいところとか隅っこは100均の磁石でこうやって止めてあります。で、後ろはやっつけですが、今は100均の銀マットを磁石で止めてあります。裏こんな感じ。これで一旦目隠し完了。本当にね、きなこさんでしか車中泊したことなくて、本当にまだ車中泊し映像も何にもしてない状態で、クロスビー白玉さんでちょっと寝れるかなと思って頑張って巣を作ってみました。ちょっと後ろはフルフラットにして、前の助手席をバターンって倒してちょっとだけ上げて、この高さに合うようにフリースを挟んだり、このマットを挟んだりで、ちょうどギリギリでまっすぐになるようにしてます。私身長が150センチなので、ちょっとだけ足を曲げてぴったりゴローンってできるかなっていう感じです。同じようにこのポータブル電源につないで明かりをつけています。結構うまくまとまったんじゃないかな、いい感じで。外はもうマイナスなんだけど、車内は結構暖かいです。今回寒さ対策として、じゃーん、電気毛布を導入しました。なのでこの登山用のマットに電気毛布かけて、あったかシュラフをかけて、それでも寒ければこのタオルケットを上にかけます。今日運転頑張った、運転頑張ったし、運転頑張った、キャンプ楽しかった。白玉さん意外と快適。でも高速めちゃくちゃ楽だった。というわけで明日の朝の感想をお楽しみに。この電気毛布めっちゃあったかかった。なんかよく寝れた、割とあったかいけど外寒い。凍ってる、マジか。ああ、いい天気。やばい、そりゃ寒いよ。よいしょ、お化粧しました、目パッチリした。よし、起きるか。
これ取ったらすっごい冷気が来ました。寒い、凍ってる、カチカチ。わっ、真っ白。わあ、あ、めっちゃ綺麗。日が出てきた。なんだかんだただいま時刻は9時半でございます。モーニングを食べに上に上がってきた。ここかな。あ、お姉さんいる。おはようございます。マッチカフェオープン。おはようございます。どうぞ。寒いですね。寒いですね。どうぞご飯食べて温まってください。両方入ってるやつで、ぜひぜひ、はい、お願いします、はい、うわ、暖かい。白玉さん、あそこにいます。かわいい。湯気が美味しそう。いただきます。うん、すごい。お魚さん、ふわっふわ。うん、あった。暖かい、めっちゃ暖かい。え、魚美味しいな、これ魚。うん、水こそがいいのかな。うん、ふん。すごいぐねぐね。車載機にカードが残っています。すごいぐねぐね水だった。でもダムとかすごい綺麗だったね。キャンプ場から車で30分40分ぐらい温泉にたどり着きました。寒かったからめっちゃ嬉しい。温泉入って今日は帰ります。清めの湯。大人600円、子供300円。迎春、明けましておめでとうございますモードだ。参拝しました。すっごいぬるぬるで、すっごいツルツルで、ひよひよだった。信州駒ヶ根の飲むヨーグルト。いつもコーヒー牛乳だけど今日は飲むヨーグルトにしてみた。地のものらしいから。今回は長野の南の端っこ天竜村で車中泊ソロキャンプをしました。次回から白玉さんの車中泊仕様の改造が始まります。またねー。